回ることが楽しかった。このままでいたかった。ただ回ることを続けてたら止まり方を忘れていた。回っている仲間たちが自分よりもなく回れるのを仕方ないと一言つぶやいて極めた首を回ることも楽しかった。このままでいたかった。から回ることを続けてたら報われると信じていた。周りの仲間たちが自分より高く回れるから、下から眺めるのは首が痛いと決めた。首を信じた昔の自分が今は褒めてくれる。